はい、どうも、ゆきでーす。今回は、鶏の胸肉。こちらを、干し、ビーフジャーキーじゃないや、ターキーダーキーに、ターキージャーキーにします。ということで、ご用意するのはこちら。ね、100g50 円ぐらいで売ってる。一番ね、安い。鶏の中で一番安い。鶏の胸肉を適量。こちらを、適量に切ります。適当に切ります。適当に切ります。食べやすい大きさに切ります。そして、用意するのは、はい、これです。お玉ちゃうわ。ボールですね。この中に塩を、まあ、適量こう入れて、パンツマンの塩を適量こう入れて、サラサラーっと、ね、適量入れます。パンツマンの塩。パンツマンが愛用してる塩。こちらを入れまして、で、この中に水を適量、ね、この中に水を適量入れまして、混ぜて、混ぜ混ぜして、ね、混ぜましたら、この中に、稲田の時と同じように、肉をこの中にぶっ込みます。ぶっ込みと。ね。ぶっ込みまくって、これで完成。これをね、数時間、これ放置しときましょう。数時間これで放置して、ね、水分を飛ばす。という作戦ですね。そのまま干し肉にすると、まあ、うまく多分できないんだろうな。ということで、また数時間後。はい、ということで、お肉はですね、一晩寝かせておきました。はい、こちら。特に変化はありませんね。まあ、塩水に、一晩つけておきまして、まあ、だいぶ水分が抜けたんではないかと思います。そんで、ペーパータオルでですね、水分を拭き取っていきましょう。こっちはだいぶあれだな。うん、そんなに匂いはしないですね。魚の方がめちゃくちゃ匂う。匂いがやばい。匂いがもうやばい。もうなんか、魚市場にいるみたい。部屋中が魚市場にいるみたいな匂いになった。同じくですね、動画で、魚のね、干物、作ろうという企画を動画上げてますが、一晩ね、寝かせておいたらね、ものすごい、魚市場にいるような匂いが、すっごい部屋中、立ち込めてしまった。ね。臭い。実に臭い。で、これ最後に、こちら。じゃーん。網。この網の中に、
ね、並べておきましょう。こちらに。くせえ。もうすでにこの時点ですっごい匂う。魚が。まあ、こんな感じでね、適当にね、全部、やりまして。そしたら、まあ、出来上がりかな。うん。という感じですね。はい。それでは、また何ヶ月後かにね、動画を上げますので、そしたらね、その時に、まあ、どれぐらいできたか、まあ、食べてみようということでね、動画を上げますので、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。